医学療法士の仕事を辞め移住を決めた若いキコリ。夫婦で移住してきたパン職人。過疎の進む極寒の町に移り住む人が増えています。その原動力となっているのが人気のブルーチーズです。チーズがつなぐ移住の輪に迫ります。毎年、ま、楽しみにしてます。なります。いつも毎日うちさんにも感謝ですね。道内の乳製品が一堂に集まる人気のイベント。そこに出店したエタンベツの青いチーズです。旭川市の中心部から車で40分のエタンベツ地区。人口わずか250人ほどです。冬は氷点下38度を下回りながら、夏にはプラス38度を記録するなど厳しい気候条件の土地です。雪深く非常に寒い朝6時の旭川エタンベツです。こちらにですね、この雪をもとかす情熱を持った熱い方がいるということで行ってみます。おはようございます。おはようございます。今何されてるんですか？牛の搾乳をするので、おっぱいを拭いてます。まだ外真っ暗ですけど、こんな時間からいつも？そうですね、毎朝兄と一緒に搾乳をしてます。伊勢翔平さん、父と兄が営む牧場の牛乳を使っておよそ10年前からブルーチーズを作っています。本場フランスで修行を積み、大手航空会社のファーストクラスで提供されるなど、そのブランドを確立しました。環境的にはすごく大変で、作業もたくさん除雪とか出てきますけど、そういう特徴的なところでそこの魅力をこうチーズに表現するっていう意味ではすごくやりがいのある地域だなと思います。そのエタンベツの町に変化が起き始めていました。ここ3年ぐらいでいろんな移住者が来て、自分たちの夢を追いかけてエタンベツで起業してるんですけれども、そういう人の夢がこう連鎖して、今エタンベツっていう場所が本当に世界一の村っていう、すごく大きな目標に向かって変化をしている時期だと思うんですよね。伊勢さんのブルーチーズに惚れ込んで、3年前に旭川市中心部から移住し開業したレストラン。青いチーズケーキが人気で新たな名物となりました。このレストランを追いかけるように去年パン屋の夫婦も移り住みました。レストランと美味しいチーズとパン屋さんがこんな密接にしてる地域なんか正直ないんですよね。住んでて楽しいですか？いや、楽しいです。ですね、楽しいです。雪は多いですけど。エタンベツ地区の人口は1955年に旭川市と合併する前の最盛期には3000人を超えましたが、現在はおよそ250人。ところがここ3年ほどで20人以上の移住が、特に40代以下の若い世代が目立ちます。若い方多いですよね。びっくりしましたね。結構また今年も何人か、移住してくるみたいなんですけど、町に眠っているようなそういう力をと、なんだろう、つながり合ってね、一緒になってこう悩んでるというか頑張ってるというかね、すごいと思うよ。そしてまた新たな移住者がやってきます。樹齢60年の木、切り倒したのは木こりの野中龍馬さんです。60年前からいる命をいただくんで、避けさせたり失敗したり、せっかく育ってくれた木を無駄にしないように。旭川市内で理学療法士をしていましたが、森に魅せられ林業の道に。やはり伊勢さんの情熱に魅せられ、エタンベツ地区の森を買い移住を決めました。彼の世界一の村のプロジェクトっていうのも、その人にとって世界一の村であればいいっていう考えなんで、その考えには共感して。チーズとこの林業っていうのはなんかあんまりこう結びつかないイメージがあったんですけど、
森でピザ窯作ってあるんですけど、はい、そこで伊勢さんのブルーチーズ使ってピザ焼いて学生たち高校生たちの、ねプログラムで、そういったことやったりしてるので。野中さんの弟子の鈴木真奈さんも今月江丹別に移住しました。春からはキャンプ場を始める予定です。野中さんの仲間たちは今年8人が江丹別に移住し新たな生活を始めます。野中さんたちが伐採した薪でこんな取り組みも。最高です。サウナの暑さもいいし水風呂も冷たいし外気浴も最高です。伊勢さんがおよそ3500万円をかけてコンテナを改装し牧場のそばにサウナを開業したのです。薪を作ってくれる、まあ、仲間がいるっていうところ、まあ、あと美味しいご飯が食べれるっていうのは、まあ、これはもう本当にサウナが良いとされるサウナの、まあ、本当に条件が全部揃っている場所なので。江丹別の、まあ、過酷な自然も、まあ、不便さも全て利点に変わってると。で僕は今このサウナでこの江丹別の厳しい生活するのが大変だと思ってたこの冬の厳しさっていうのを、まあ、全国とか世界の人に、まあ、喜んでほしいと思ってるので本当にこういう場所で良かったなと思いますよね。江丹別を世界一の村にするという夢に惹かれ多くの人がやってきました。チーズがつなぐ移住の輪はまだまだ広がりそうです。